えこんにちは、山崎定司です先、えー、だってあの島根県の出雲まで仕事に行きましたねもうその時もう猛吹雪で大変だったんですよで僕はあの毎日神社お参りをしております、えー、本当に吹雪で大変だったんですけど風も本当に強かったんですけどやっぱりそういう風に、えー、打ち勝ってこそスターになれるというトップスターというつまらないことを言いました。 というとことで、えー、BS、えー、日テレ、えー、令和過嬢塾をぜひご覧ください。